おはようございます。スカイチです。今回も「ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド」やっていきます。このシリーズを見ていただいている皆さん、おはようございます。違うわ、おかえりなさい。 おはようございますって2回。あ、例の薬がいるんだね、これ。さあ、燃えないか。6分だよね。ちょっとね、もしかしたら電気の矢もね、大ダメージいけるんじゃないかなと思うんで、試してみようと思います。どうだろうね。まあそんなダメージ変わってない気がするな。ちょっとね、手がつりそうになる。なんかすごい集中してる。こうやってやってると、めっちゃつりそう。よし、なんかキリがいいな。弓もちょうど壊れたな。落ちないでね。落ちそうだよね。ああ、よかったよかった。地図を手に入れましょう。なんかようやくこの山をデスマウンテンを攻略できそうだね。薬が切れた。よーし、ようやくこのエリアのマップゲットだわ。長かった。真っ赤じゃん。あれかな？のマグマの真ん中にあるのかな？こっからいけるかな？いけるか？ほっ、あ、無理。無理かな。いけるね。よし。で、一応薬の効果あるから攻略は後にしよう。んでさ、これ変えれるんじゃない？熱いっていうか、と熱いっていうかアウトだよね、あれ。ちょっとね、君マジで早く上がって、上がってきてよ。もう怒った、もう怒ったよ。何かが起こっている。ほっ、こんなところで時間かけたくないな。くそ、これ最後の薬だもんな。マジか。 マグロック。いや、楽しそうだけどね。今は相手してね。あ、なんかそれっぽくなってきた。この気になる上昇気流。うわー、絶対間に合わん気がする。3分。よし、そうそうそう。何 ちょっとさ、いや、そんなことある？ちょっとこの鳥もさ、うわ。いや、そりゃそうだわ、こんなところに生きとったらさ。
楽しみだな。どういうバトルになるんだろう。どこだ。あと2分。え、ちょっとどこにあんの。どこにあんの。あかん、燃える。あかん。どこにあんのマジで。ん、こっちか。はいはい、あと1分。あったおしおし、これで安心。オッケー。なんで敵がおんの。ゴロンシティでしょシティなのに敵がおるので、まあ、あわよくばこう、あ、そうだ、お店があるはずだ。多分火消し薬売ってるわ。お宿ね。お宿じゃないんだよ、これか。あ、服。うわー、めっちゃ気になる。服、模様替えしたい。19、8、7、6。ちょっとお店どこ？あれかな？この奥に見えるやつ。よし！ 2、1、0。はい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 。あったー！あの薬だ。あの薬。いや、買うわ。ちょっと待って。おら、あ、違うゴロンの更新庫になっとるじゃん。やばい。え、火消し薬ないの。あかん。3、あの、この前とまで帰ります。お姉さん、あ、欲しい。さあ、鉱石が多分ある程度溜まってるはず。 OK、 一旦全部売っていい。てか、テリーそんなお金持ってんの大丈夫かな。すっからかんじゃないの。あ、ヒノックスの木も結構高いので売れるね。バールも売りますか。ああ、いいね。だいぶ、財布があったかくなりましたよ。服屋。一番気になるのが服屋。しかもなんかかっこよかった。置いてあるのが。チラッと見ただけだけど。赤い感じの。かっこいいなぁ。何持ってんのこれ。高いところからって、そのさ、ハイラルのじいさんも最初に教えてくれたことじゃん。うわ、なんか強烈な顔してんな。どうした。あ、ルーダニアっていうんだ、あの名前。任せろ、鎮圧するわ。あ、腰が。ブルド。もしかしたらあれかな、時のオカリナでも出てきたのかな。
北の廃校ね。ああ、いて。てかあれだね、よくよく考えたら服もさ、この耐熱性であるべきだよね。よろず屋でしょ、宿か。あ、しまった。あっつって、そりゃそうだな。砂漠。よし、来た。炎ガード。あ、やっぱり。なんで仮面だけこんな高いんだ。とりあえず上下は変えるな。ガッチャを。久しぶりの服だな。これで。かわいいな。久々にマスク外したな。なんかいつもマスクしてるから。おー、いいね。いいよ。いいけど、暑そう。めちゃくちゃ暑そう。仮面買いたいな。あと1000なんとかならんかな。はいはい、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいね。やっぱ真面目にちゃんと拾っといてよかったな。敵倒した後に。はい、出来上がり。これをつけるのは後にしよう。ちょっと今これを楽しもう。なんかサイズ合ってないんだよな。ちょっとでかくないこれ。怒ってるね。どうした。グングロン、ゴン、ゴングロン。あ、そうだ。勇者のなんたらと思い出したけど、ゾーラの里の北に兜があるとかってなんかあった気がするんだけどな。丸子池の南西。クリアしてないじゃん。もう一個もクリアしてないね。じゃあこことさっきの祠をクリアしてこの配信は終わります。で、多分ちょうど1時ぐらいになるかな。揺れる炎。なんだい、なんだいこれは。なんかあれだね、昔ながらのゼルダっぽくなってきたね、この謎解き。これは複雑、非常に複雑。重りがないんだよな、重りが。あれか。ああ、分かった。転がっていくんだ、これ。で、あれを開けなきゃいけないんだね。あ、こっちに道あるね。お。出た。順調にクリアしております。
非常に順調にいっておりますね。タロウと燃えないあれ。ああ大丈夫か。おお。多分宝箱も全部取ったね。いやー、やりごたえのある祠だったな。なんかね、格好がだんだんルーズになってきてる気がするんだよな、この祠の人たち。最初はちゃんと座禅組んでたのに。上だけだったらどうなんだ。これどう。絶対熱い。絶対足の裏熱いよ。釣り合う力。また謎解きか。ちょっと2連チャンだと頭の回転が追いつくかどうかだね。釣り合う力ね。なんだろう。重さを測りよ、なんか。ああ、はい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 。あのトゲが何なのか。あれ、なんかと連動してて落ちてくるんかな。あのね、木の矢を使えって感じがするんだけど、あんま使いたくない。できれば。ガーディアン用に取っておきたいからね。大体多分30発40発いるもんな。もう全く分からんな。今度こそ分かったよ。とりあえず木の箱を打てばいいんだ。でこれは燃えるでしょ。で重さが変わる。でどうなるんだ。なるほど。分からん。分からん。これで手に入れて、中から重しを手に入れてようやくスタートか。しまったな。これでいろいろやればいいんだ。これ乗せるとどうなの。普通だな。普通の反応。登れるかな。登れんね。多分足場としても使うんだなこれ。ほっほっ、よし、ほっ。まあそうだよね。おうし、おうし。でここからが重要。あの子に本当は来てほしかったけど。よし。いやー、ここね、もうちょっといいもんが欲しかったな。多分あとは簡単だな。これを置いて、暴発、暴発。結構上がったね。マイカ起動してみようか。はい、正解。で、あとはどうやって上がるかだな、あそこに。下げれるね。そういうことだね。どういうことだ。あ、
あれはストッパーになるんだ。そっか。じゃあ普通にこれでいいじゃん。これで多分タル分リンクより重くて上がる、そういうことだ。で、急がなくても大丈夫。 OK。 いやーちょっとね、2連発は頭使うわ。頭疲れちゃった。もう宝箱ないね。 OK、 クリア。さあどんな格好してんのか。泣いてらっしゃる。よし、一応終わろうと思うんですけど、まあせっかくなんでね、祈ってからにしましょうか。そういえばここってさ、カラーリング変えれるんだよね。やったことないわ。ちょっとやってみよう。じゃあ初めて仮面いきます。ほっそうきたか。もうなんかリンク何着てもいいんだな。お、印象だいぶ変わるな。なんか赤が一番似合うんじゃない、これだよね。いいわ。うん、俺ね正直飽きてるんだよね。あ、おお、変態チックになった一応忍びだからな。あ、紫、いや、これも変態だな。あー、なるほどね。ちょ、なんかこれ普通になんとか戦隊とか言いそうだもんね。なんとかイエローとか言いそうじゃん。まあ忍びらしからぬ色にするっていうのもいいね。なんかいいかな。なんかパッと印象的なのがね、黄色なんだよな。黄色にしよう。え、くっそ、お金に払うだけじゃダメなの。はい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 、どうぞ。しっかりしてるね。初めて見るの。うっそうっそ、そうきたかあー、いいじゃん、いいね、いいね、いい、いい、いいよこれ。おお、はいはいはい、あ、いいね。おお、いいいいいい、あ、非常に満足しております。で、お使い、お使い、頑張りバッタ10匹あげよう。よ、なんかたまには違うとこで祈るか。頑張りです。よし、2週。今回の配信をご覧いただきありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。こちらのショールームの方もフォロー、ぜひお願いします。まあ、3時半か4時か、まあ、今日と同じような感じで、燃えてる、やっていこうと思っています。では、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。